皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はニードルスのトラックパンツなんですけども、こちらストレートタイプですね。一番シンプルなレギュラーの形なんですけども、こちらをご紹介していこうと思います。こちらは、以前もですね、ジップドのタイプとブーツカットのタイプと、動画も作っておりますので、そちらも気になる方は合わせてチェックしていただけるといいかなと思います。で、今回ですね、2022年秋冬のカラー展開は3色となっておりまして、こちらがトープですね。で、こちらが今履いているのがブラックとなります。で、もう1色がダークパープルの、3色ですね。そちらをご紹介していこうと思います。本当に3色ともね、このラインとのコントラストというところがね、非常に素晴らしくて、もう履くだけでちょっとこうおしゃれに見えると言いますか、まあ、スポーティーなんですけども、全然こうファッショナブルな印象を与えてくれる使い勝手のいいトラックパンツとなっておりますので、まあ、気になる方はね、もうネットで完売する可能性も非常に高いアイテムとなっておりますので、まあ、ご購入する前にサイズ感であったりとか、まあ、少しでも参考になれば非常に嬉しく思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。で、サイズ展開がこちら XS から L サイズまでとなっておりまして、まずこちら1つ目ですね。これがダークパープルのカラーとなるんですけども、まあ、ベースは本当に濃いパープルのお色に、この赤のラインというところがね、非常にパンチの効いた1本となっております。もう本当にシンプルでね、あのコーディネートをしていただいても、すごくこうパンツの主張というところがしっかりと出てくれますので、無地の T シャツと合わせていただいても、本当にこうそれだけでおしゃれに見えると言いますか、まあ、コーディネートが完成するっていう部分ではね、非常に使い勝手のいい、パンツなんじゃないかなと思います。またこちらちょっと履いてみての、印象なんですけども、腰回りはね、程よくゆったりしてますし、あのウエストに関しましてはドローコードで調節はできますので、まあ、多少のね、こう丈の裾の長さの調節っていうところもね、そちらでウエストの位置を、変えていただくことによってできるっていうところもね、一つメリットなんじゃないかなと思います。で、一応素材もポリエステル 100% となっておりまして、見た目以上にね、あのそんなに厚く苦しくないですので、まあまあ今の時期はね、もう何着ても暑いんで、まあ本当にあの今のすぐでもこう T シャツと合わせてね、使っていただきやすいアイテムかと思いますので、ぜひね、気になる方はチェックしていただければいいかなと思います。もう本当にあのブーツカットにしてもジップドにしてもね、やっぱりこうかなり速乾する可能性が非常に高いアイテムとなっておりますので、まあ気になる方はちょっと早めな方がいいのかなと思ったりもします。はい。で、実際こちら履いてるんですけども、身長163センチ、体重54キロで、今着用が XS ですね。まあ僕の身長でしたら一番このサイズがスッキリ見えるぐらいの感じですね。丈感ももう本当にワンクッションできるぐらいの丈の長さとなっておりますので、まあこれ以上長いとね、結構あの足元もたついてしまいますので、ラインは結構崩れがちなので、まあこのぐらいのサイズが一番このコーディネートも綺麗に見えて、足もスラッと長く見せてくれるサイズなんじゃないかなと思います。お尻周りもね、ゆったりはしてるんですけども、本当に程よくゆとりがあるので、全然こう窮屈感もなく、ストレスなくこうお使いいただけるっていうところと、今みたいにもう何も変哲もないシンプルな白の T シャツでも、このラインのこのパンツを履くことによって、やっぱりね、コーディネートっていうところもね、グッとこう変わる感じになりますので、そういった部分でもね、非常にこう使い勝手の良くて、いろいろコーディネートもあんまり考えなくていいっていうところもね、個人的にはすごくメリットな一つかなと思います。で、ちょっと あの裾の部分アップしてるんですけども、まあ、XS で、まあ、本当にこのぐらいの溜まり具合っていう感じですね。今ちょっとね、あの靴がボリュームあるタイプになりますので、結構ブシュッとなってますけども、まあ、普通にこんなにこうソールの高くない感じの靴を履いていただくと、もうちょっとこうその溜まり具合というところも、少しすっきり見えるんじゃないかなと思います。まあ今の時期でしたらね、本当にサンダルとかと合わせていただいても綺麗ですし、まあもうちょっとウエストの位置を上げて、あのローファーとか、すっきり見せていただいてもかっこいいかなと思います。で、続きましてのお色がこちらトープですね。まあブーツカットにしても、あのジップドの方にしても、この色っていうところの人気がね、本当に高くて、やっぱりネットアップされるとどうしてもね、この色っていうところからなくなっていってしまうような個人的には印象なんですけども、まあそれぐらい本当にこうオシャレ度の高いカラーリングなんじゃないかなと思います。ベースの色がちょっとね、濃いめなベージュといった感じの、ラインにはなるんですけども、本当に履くだけですごくこうオシャレ度がアップすると言いますか、もう履いてるだけでね、こうちょっと周りと差をつけていただきやすいぐらいのカラーリングのパンツかと思います。またこのね、ちょっとパープルっぽい感じのこのラインのね、配色がめちゃくちゃかっこよくて、本当にこう意外とね、トップスの色も選ばずお使いいただけますので、見た目以上にね、本当にコーディネートしやすくて、まあそれでいてこうおしゃれに見えやすいというところはね、すごく、個人的にはおすすめしたいカラーの一つとなっております。
まあブーツカットにしてもジップドにしてもまあナローにしても膝出るにしてもなんですけども、やっぱりなんやかんや言ってこちらのレギュラーのこのストレートの形が一番こう飽きずに、非常にねスタイリングもしやすくて使い勝手がいいっていう部分では一番こう秀でてるんじゃないかなと思います。まあ特徴的な部分で言いますと、やっぱりこの他の3本と比べるとちょっと見劣りはするんですけども、その分ね本当にスタイリングしやすくてトップスも選ばないっていう部分に関しましては、そういった部分のメリットは本当に強くあるかと思いますので、まあ個人的にはねまず最初の1本というのでしたらこちらのストレートを持ってればまずいいんじゃないかなと思ったりもします。ちなみにまあ手洗いで洗濯も可能ですので、お手入れに関しましてもそこまでこう気を使わなくていいっていうのもねまたいいところかなと思います。でこちらがワンサイズ上がりまして、これで S サイズを着用しております。やっぱりね僕の身長ぐらいの僕の体型ぐらいですかねになってしまうと S になるとねちょっと腿の裏とか結構ゆとりが出ますので、まあちょっとそんな大きすぎることはないんですけども、やっぱりシルエットのスッキリ感という部分では、先ほどの XS よりかは少しこうダボっとした印象にはなるかなと思います。ですのでもう本当に170から175ぐらいの方で、まあ本当にジャストでスラッと履きたいという方は S サイズぐらいで十分なんじゃないかなと思います。やっぱりね160前半の方でしたら裾のねこう溜まり具合というところがかなり S サイズを履いてしまうと出ちゃうかなと思いますので、まあこのパンツに関しましてはスッキリジャストで履いていただくのが、まあ、一番綺麗かなと思いますので、まあサイズ上げたりとか、まあ、あえてこうダボっと履くっていうのも、まあ、もちろんねお好みにはあるかと思うんですけども、そんなにはおすすめしないかなと思います。 S サイズでこのぐらいやっぱり裾がね溜まってしまうと結構だらしなく見えてしまいますので、せっかくこの腰周りからのラインがすごく綺麗なんですけど、やっぱりこの裾っていう部分で結構台無しになってしまいやすいので、まあ、その辺だけねこう注意点としてはあるかなと思いますので、まあ、丈感ですね一つポイントとしては覚えていただければ、コーディネートの参考にも、していただきやすいかなと思いますので、ぜひその辺もチェックしていただければと思います。で最後のカラーですね、こちらブラックとなっております。こちらはね本当にもう見た目以上に、使いやすくて、もうブラックはもう本当間違いない感じなんですけども、まあちょっとねこの薄いピンクのラインというところがねまた程よくこう軽さも出して可愛さっていうところもね、子供っぽくなりすぎない意味での、ちょっと可愛らしい感じもありますので、非常にねこの色も、すごくいいかなと個人的には思います。とにかくねこのピンクのラインがあることによって、やっぱりこの黒のスポーティーになりすぎないっていうところがね、プラスされるんじゃないかなと思います。でこちら実際履いてるんですけども、これで M サイズですね。やっぱりねここまでサイズ上げてしまうと本当にちょっと普通のジャージっぽく見えてしまいますので、ここまでのボリューム感が出てしまうとやっぱりちょっとね台無しかなっていうのは正直、このパンツに関しましてはあるのかなと思います。ですのでもう本当に M サイズでしたら170後半からもう185ぐらいまで全然この丈的には対応できるんじゃないかなと思いますので、まあそういった部分もね含めてこのサイズを上げるとこのどこが緩くなってどういった部分でこうシルエットが崩れていくのかなっていうところだけ伝われば、個人的にはもう本当それだけで十分嬉しく思います。でウエストに関しましてはやっぱり道路コードで絞っていただけますので、 M サイズ履いていただいても落ちてくることはないんですけど、やっぱりそれでもね結構緩くなりますので、ウエストの部分に関しましてもやっぱりちょっとこうサイズ上げすぎるとずっときやすいので、その辺も注意点かなと思います。この黒もね本当にかっこよくて、やっぱりこうブラックのワントーンで合わせていただいてもいいですし、まあトップスをねグレーとかネイビーとかにしていただいても非常にかっこいいかなと思います。やっぱりねこのストレートのタイプもタックインしていただくとねすごくこう綺麗ですので、まあちょっと M サイズでタックインしてしまうと本当にただのこうジャージっぽく見えてしまいますので、まあそういった部分もねタックインしてしまうと腰回りというところがねさらに強調されますので、やっぱりジャストで履いていただいた方が形としましてはすごく綺麗に見えますので、お尻周りのところがねタックインするとすごくわかるので、その辺もね注意点としてあるかなと思います。で M サイズになるとこの足元もねかなりもうぐしゅぐしゅで、もうちょっとこういう靴じゃなかったら吸ってしまうような丈感となっております。ですので本当にまあこれはアカン例と思って見ていただければいいのかなとは思いますが、まあこういうね感じで履いてしまうと本当に部活のジャージっぽくなっちゃうんで、まあその辺だけ気をつけていただければいいかなと思います。で最後ですね、こちら XS、SM と、左から順に履いておりますので、まあこれでねちょっとサイズ感のこう比較というか、ちょっと動いてるんで見にくくて申し訳ないんですけども、まあちょっとでもねこう伝わればなと思います。まあやっぱりねこう一番左の XS のライン
インが本当に綺麗ですっきり見えますので、まあ、個人的に許容範囲はもう S ぐらいの感じかなと思います。もうこれ以上ね緩くしてしまうとかなりこうだらしなく見えちゃうので、このパンツの良さを最大限に生かすにはもう本当に XS でもう自分の体型に合ったジャストのサイズを選んでいただくのが一番綺麗かなと思いますので、ぜひその辺も参考にしていただければと思います。はい、ということでですね、今回ご紹介してきましたニードルスのトラックパンツですね、ストレートタイプの方、ご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。こちらも本当にネットでね速乾する可能性かなり高いですので、気になる方はぜひぜひ早めにチェックしていただければと思います。ということで次の動画までまた、さようなら。